皆さんこんにちは、現役産婦人科医師の桃城一恵子です。皆さんは血圧が高いって言われたり、検診で指摘されたりしたことはありませんか？高血圧ってどうしてなっちゃうの？原因は？高血圧って放っておくとどうなるの？症状はどうなんだろう？治療はどうするんだろう？日々の生活でできる対策はあるんでしょうか？放っておくと脳の血管が傷んで認知症になったり、心臓や脳の命に関わる病気に結びついて、あなたの寿命を縮める可能性もあります。しかも高血圧ってあまり症状がないので、気がつかずに高血圧になっている人が日本だけで1400万人もいるだろうという推計もあるんです。あなたも実は高血圧かも。もし高血圧の家系で自分も心配な方や、すでにご自身が高血圧のお薬を飲んでいる方もおられるかもしれませんね。この動画ではそんな高血圧について、日本高血圧学会のガイドラインに準拠して分かりやすく解説させていただきますね。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。皆さん、血圧って言いますが、そもそも血圧って何かご存知ですか？こういう機械で腕をギューッとしたりして測りますよね。これ実は動脈がベタッと潰れるように圧力をかけているんです。心臓ってドキッドキッって動いていますよね。こんな感じで心臓は全身に血液を送るために脈打っています。心臓がドキッてした瞬間がまさに心臓が縮んで血管にぐーっと血液を押し出すので、この瞬間が一番血管に圧力がかかります。これがいわゆる上の血圧ですね。血圧計で圧力をかけていって、血管がぺちゃんこになるようにします。そこから圧力を徐々に下げていくと、心臓がギューッと縮む瞬間だけ血管が血圧計の圧力に打ち勝って、血管が広がって脈が触れるようになります。これを血圧計が感知して上の血圧というのを判定します。そこからさらに下げていくと、心臓が緩んでいる時の低い血圧まで下がっていきます。そこまで行くと血管は開きっぱなしになります。そこがいわゆる下の血圧になります。どちらも基準を超えて高いのは体に悪いですが、どちらかというと上の血圧が高いほど脳卒中や心臓病にかかりやすくなります。日本には高血圧の人は約4300万人いると推定されていて、そのうち気づいていない人が約1400万人もいると言われています。意外と自分も高血圧かもってちょっと焦っちゃうような数字ですよね。医学的に言うと、高血圧症の診断基準となるのは2019年の日本高血圧学会に基づいて140の90以上、上の血圧が140以上、または下の血圧が90以上っていうのが基準になります。ただ血圧ってすごく変動しやすいものなんですね。例えばちょっと歩いたり、体を動かしたりって言った運動だったり、お医者さんを受診して緊張したりって言った精神的な要素ですぐに上がっちゃう人もいます。また前の日に塩分の多い食事をしたりすると高めになったりすることもあります。お医者さんを受診した場合は、診察室で血圧を測っただけで診断するケースもありますが、その他毎日自宅で血圧を測定して、それを血圧手帳に記録してもらい、そのデータで診断することもあります。毎朝決まった時間、おすすめは朝起きてトイレを済ませて一息ついてから、食事や薬を飲むなどする前に座って血圧を測ります。1回で終えてもいいですが、2回測って記録することもできます。そしてそうやって記録した血圧手帳を主治医が判断して、より正確な診断のために使用することがあります。さて、そもそもなんで人は高血圧になってしまうんでしょうか？皆さんに覚えておいていただきたいのは、とにかく血管が硬くなると血圧が上がるっていうことと、塩分摂取が多いと血圧が上がるということですね。先ほど血圧の仕組みをご説明したんですけれども、すごく簡単に言うと、血圧は上も下も血管が硬かったり、詰まってきて狭くなってきたりすると上がります。
また塩分の摂取が多いと血液の量が増えてしまうので血圧が上がります。その他ある種の心臓病やホルモン異常などで上がってしまうという場合もあるんですけれども、それは比較的レアケースと言えますね。血管が硬くなる原因としては習慣的に塩分摂取が多いことだったり、喫煙、コレステロールが高いことなどが原因になります。習慣的に塩分摂取が多いと常に血液量が過剰気味になってしまって血管に負担がかかるので血管が硬くなりやすくなります。喫煙をするとタバコの煙に含まれる有害物質から肺から血管の中に吸収されて全身の血管の中を流れていきます。すると有害物質が血管に炎症を起こして血管が硬くなっていきます。果物コレステロールが高いと血管に油が張り付きやすくなって血管の詰まりと血管の硬くなることを招いてしまいます。高血圧自体は多くの場合特に症状がないっていうことが多いです。ただ血圧が高くなると頭痛を起こす人がたまにいたりしますね。肩こりやだるさを言う方もおられます。あとは高血圧が原因で他の病気を続発した場合にその症状が出ることもあります。網膜出血を起こして視野が欠けたり、心不全を起こして体がむくんできたり、狭心症で胸の苦しさや痛みを感じたり、くも膜下出血でバットで殴られた時のようないきなりの激しい頭痛を起こしたりっていうことがありえますね。血圧が120の80を超えて血圧が高くなるほど脳神経管の病気や慢性腎臓病などにかかりやすくなり、それによって死亡する確率が高くなっていきます。今日本では高血圧が影響して脳卒中や心臓病で亡くなる方は年間約10万人と推定されています。死亡した方の約 50% が120の80を超える血圧高値によるものと推定されています。先ほどお話しした網膜出血などの失明を招く目の病気、心不全、狭心症、心筋梗塞などの命に関わる心臓の病気、脳の毛細血管が詰まって認知症になったり、突然の死亡や助かっても麻痺などの後遺症の元になる脳卒中、他にも腎臓を痛めて最悪人工透析になるまで悪化することもあります。こういった本当に全身のいろいろな病気の原因になるのが高血圧なんですね。考えてみれば私たちの体は全身の細胞の一個一個まで血液から酸素や栄養をもらわなければ生きていけないんですね。その大事な血液を送り届ける血管が高血圧で傷んでしまえば、全身のあらゆるところで病気が起こってしまいます。こんな風にかかってしまう人がすごく多いにもかかわらず気がつきにくく、しかも万病のもとになる高血圧症、できるだけかかりたくないですし予防したいなって思いますよね。そんな厄介な高血圧、実は私たちができる対策はちょっとの心掛けでできることなんです。ということで、おすすめする高血圧対策を4つご紹介していきたいと思います。1つ目は塩分の摂取を極力控えるということです。こうやって患者さんにお話しすると、皆さんそんなに塩辛いものは食べてませんっておっしゃるんですよね。はっきり言って皆さんが普通と思っている食生活はすでに塩分が多すぎなんです。日本人の平均の塩分摂取量がすでにちょっと多すぎなので、普通の人の食事はすでに塩分過多なんですね。醤油やソース、味噌は塩分たっぷりですし、漬物や梅干しなどのご飯の付け合わせも塩分濃度が高いです。味噌汁やお吸い物、麺類のつゆなんかもそういった塩分の濃い味噌や醤油で味付けされているので、飲んでしまうと塩分摂取過多に一直線ですね。味噌も醤油もなきゃ味気ないじゃんっていう声が聞こえてきそうですが、スーパーに行けば減塩タイプもあります。もちろん減塩タイプでもいっぱいかけたら一緒なので注意してほしいんですけれども、他にも醤油や塩の代わりに七味唐辛子とか生姜といったスパイスを効かせることで味気をつける方法で置き換える方法もあります。
高血圧治療中の人はもちろん、今血圧が高くない人も塩分摂取の多い食生活を続けていると将来高血圧症になりかねません。今から気をつけておくといいですね。タバコを吸っている人はぜひ禁煙を検討していただきたいですね。タバコを吸っていると確実に血管が傷んでいきますので、高血圧だけでなく肺がんやそれ以外の全身のがんの原因にもなってしまい、確実に寿命を縮めてしまいます。3つ目は、適度な運動を行うようにすると血管が開きやすくなって血圧が下がりやすくなるっていうところです。4つ目は、野菜やナッツ、果物をよく食べるようにするということです。野菜やナッツ、果物に含まれるカリウムやカルシウムが摂りすぎた塩分の排泄を促してくれますので、血圧を下げるのに良い効果があります。こうした食事はダッシュ食と呼ばれ注目されています。こういった生活の見直しを行っても血圧が高い状態が続く場合は、お薬の力を使って正常血圧まで下げる治療を行います。高血圧って一旦薬を始めるとやめられないんですよねっていう質問を受けたりするんですけれども、それでお薬を始めることに抵抗感を持たれる患者さんもおられることがあります。塩分摂取を減らしたり禁煙を頑張ったりしてお薬が不要になる方もおられます。ただ先ほどもお話ししたように、高血圧になるのは血管が硬く狭くなってきている現れ。実は一旦硬くなってしまった血管を元通りに柔らかく戻すのはかなり難しいことなんです。お薬には血管をほぐしたり広げたりする効果がありますが、残念ながら血管の硬さ自体は治せないので、薬が切れれば元に戻ってしまいます。なので一旦お薬を始めると、多くの患者さんではずっと治療を続けていくことになります。ただこうした血圧を下げる治療が普及したおかげで、日本人で脳出血や心筋梗塞を起こす人は劇的に減少しています。ずっと薬を飲み続けていくというのも面倒ですし、しんどいとは思いますが、元気に長生きしていくためにはしっかりと治療をしていくっていうことが大事ですね。ここまでご覧いただいた皆さんには、動画を参考にぜひしっかり対策していただいて、楽しく元気に長生きしていくためのお役に立てれば嬉しいです。いろいろ解説してたらいつもの動画よりもだいぶ長くなってしまいました。ポイントごとに繰り返し見て確認していただければ嬉しいです。好評であれば、高血圧対策のお食事のことや禁煙のことについてもテーマにした動画を作りたいなと思っています。ぜひ皆さん、感想やご意見をコメントいただけると嬉しいです。それでは皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。